にちは。ありがとうございます、兵庫県笹山市からやってまいりました丹波笹山落語館です。堺よさこいカエル祭り初めて、来させてもらったんですけど、本当に皆さん温かい声かけていただいて、僕らも来年またここに帰ってきたいなと思っております。お祭り、今日はお祭りですからちょっとね暑いんですけども、よかったら皆さんで手拍子とか歌で一緒に盛り上げてもらえたらなと。ちょっとね日陰の方が楽なんですけども、ちょっと寄ってきてもろて一緒にどんどん盛り上げてもらえれば、踊り子どんどん力出しますので、よろしくお願いします。はい、それでは行きたいと思います。400年の悠久の風に乗り、いざゆかん桜咲き乱れるジョーカーのもとへ、ジョーカーランマン悠久の風。丹波を包む霧の大地の轟き、時の流れ、人の移ろい、それはまさに夢幻の如くだ。天より一筋の光が走り抜ける時、今霧が晴れる。男たちの威勢の良い掛け声と女子たちの笑い声が響き渡り、人々は笑顔から発せられます。街は今産声を上げようとしていた。Oh!
ありがとうございました。ありがとうございました。